漢語日本語における看護とは語種の一区分である。比較的古い時代の中国語から借用された形態素、すなわち漢字の字音から構成される語彙体系である。漢字の音読みと対応する語彙体系であるので、字音語と称することもある。固有語である和語、看護以外の借用語である外来語、用語と対立する概念である。 漢語の原義は、漢民族の言語であり、本来は、漢民族が母語である、中国語を自称する際の用語なのだが、日本においては、国語として定着した中国由来の語彙体系を、漢語と総称することが多い。また、漢字の字音は複合の自由度が高く、日本で独自に造語された、いわゆる和製漢語も多い。日本語以外でも、朝鮮語。 ベトナム語などの言語は同様の語彙体系を有している。これら言語が有する中国由来の語彙体系をまとめて、漢語系語彙、シナキシニック・ボキャブラリーと呼ぶことがある。日本語における漢語の借用の歴史は古く、和語と共に国語の語彙と認識される。これは一般にカタカナで表記され、外来の借用語としての印象が強い、用語とは対照的である。 外来語をはじめとする新語に対して、旧来から存在する和語や漢語を合わせて、在来語と表現する者も,もいる。一般的に漢語は、上代から中世にかけて体系化された語音と漢音、及びこれ以降に伝来した闘争音を反映した語彙体系のことを言う。これら漢字の字音は音読みと総称され、これらを複合、派生させることによって、 あるいは単独で用いることによって、漢語は構成される。複数の漢字が一つの語を形成するものを特に、熟語と称する場合もある。なお、漢語が日本に定着する過程で、発音に、伝承や音便あるいは、慣用音などの形で変化が起こったため、日本語における漢語の発音はかなり変則的である。ところで、中国由来の語彙が日本に流入したのは、冗談より、 過去の時代まで遡ると考えられ、例えば、馬、馬、梅、梅、竹、竹、麦、麦などの語は、同時代における、中国の古い字音との関連が指摘されているが、仮に、これらが借用された語だったとしても、これらは訓読みに準じた扱いを受け、通常は、漢語の範疇に含めない。同様に、銭、千のように字音が変化して国訓化した語も存在する。さらに、 鬼、鬼、ひどい、ひどいのように元の用字が忘れられ、本来とは異なる表記をする例もある。それぞれ、陰、非道の字音に由来する。また、現代中国語の発音を模した、メンツ、メンツ、北京語由来や、ワンタン、ワンタン、関東語由来などの語は、借用の歴史が浅いため、用語とまとめて、外来語とするのが妥当である。 漢訳仏教圏に属する日本においては、古いインドの言語であるボンゴ、サンスクリットを漢字で音写した語も観察される。例えば、ナム、セツナといった語は、それぞれボンゴのナモクサーナの音写であり、それぞれ、君を、念と意訳されている。なお、中国語ではボンゴに存在する二重シーンを表現することが難しいため、音写の際は単純なシーンに省略される傾向に、 あるという。また、シルクロードを介して、西域と呼ばれる地方から伝えられたと考えられる語も存在する。例えば、顔料の一種である、ミツタソウ、ミッタソウ、リタージは、ペルシア語のマーデサングに由来するという。これらは、本来の漢語とは、厳密には異なる字を持つが、 その源流が明確なものはむしろ少数であり、広い意味での漢語とみなして差し支えない。本校でも特に断りのない限り漢語として扱う。寿司などの語はすべて漢字の字音を用いた表記がなされるが、これはいわゆる当て字に類するものであり、和語の範疇である。ポルトガル語のジャイブオに由来する、呪判のように外来語に対する漢字表記も,ももちろん漢語とは言えない。 当て字は、万葉仮名のように機能的には、漢字の表意性を考慮する必要はない。一方で意味上の連想が働くという点は、無視し得ない。例えば、歌舞く、傾くという純然たる和語に由来する、歌舞伎という語には、辞儀との関連が認められる。なお、歌舞伎という語は、新当女、王陽お侍ら、1060年という漢石にも要例があり。 日本における当て字との関連を指摘する説もある。時代の変容とともに、新たな概念を表現するため、語彙は自然に発生したり、あるいは人為的に造語されたりする。漢語もこの例外ではないが、近代に至るまで漢字圏では、証拠思想が強く、造語の際はなるべく転居に基づくよう努力が行われた。日本においても複数の字音を組み合わせて、 既存の漢語を模倣することは古来行われており、いわゆる和製漢語として日本語の語彙体系の一群を形成する。これに類する語は、政治、文化、科学、社会など19世紀から20世紀初頭にかけて発生した新漢語が多くを占めるという。一方で、全近代においても、悪霊、源氏物語夕切臆病、大鏡時平、辛抱、日報辞書、 フラチ、公職五人女など、旧来から存在すると考えられる和製看護は、媒挙に暇がない。ただ、これらの看護が、確かに、日本で造語されたものであり、それ以前の時代の看石には、一切の要領がなかったということを立証するのも、厳密には、非常に困難である。また、看石にも、同様の用事が見出せるものの、日本における、意味、 用法が異なる熟語も少なくなく、一律な分類は難しい。高島敏夫は、日本語と関石で意味がかけ離れた、生媒、中間など語を挙げ、これらが和製の漢語ではないのなら、日本漢語であると考えればよいとしている。なお、日本で独自に作られた、銅、畑などの告示は、一般に音読みを持つことはないが、文字の構成要素から類推して、労働。 伝爆のような字音語を形なることもある。臓器を、臓器と読むような重箱読みや、有敢を、有敢と読むような誘頭読みは、和語と漢語を複合させた、混種語、和漢混合語であり、漢語の範疇ではない。日本語には、漢字一字に対して、語音、漢音、及び闘争音という三種類の発音が存在する。これら三種の読み方がすべて、三で一致する。 三のような漢字も存在するが、ほとんどの漢字は、行、行音、行、観音、行、闘争音、案のようにそれぞれに異なった読み方を有する。漢字の歴史的な発音は、反節と呼ばれる、特有の表記法によって伝えられている。例えば、先に挙げた行という字の場合、反節によって、中古音。 5世紀頃の中国の発音では、ギャングのようなで発音されていたことが推定される。この頃の中国江南地方における発音を移したとされる語音では、これをグヤウとした。一方、8世紀頃の長安における発音を模した。漢音では、漢字の声音と濁音の区別が失われつつあったため、これをクアウト書いた。NG の音が、うっと書かれたのは、 当時の日本語において、ーと発音が未発達だったからである。その後、日本語における音韻の変化により、それぞれ、グヤウ、ギヤウ、ギャウ、ギョウ、クアウ、カウ、コウのように変化したと考えられる。なお、漢字の種類は膨大であり、現在に残る漢字の読みすべてが中国から直接伝えられたものではないと考えられている。語音や漢音の多くは、 後世の音韻学者によって、反説をもとに、理論的に体系されたものとされている。中国語の比較的新しい発音を反映した、闘争音は、中高音よりむしろ現代北京音に近い。かつて、ギャングと発音された、行の字は、現代北京音では、HNG と変化しており、これは、行の闘争音、暗によく似ている。音は、日本において、 自音の体系が完成された後の発音であるため、高音や関音ほど一般的は使用されない。高音は、上代以前から広い期間にわたって物典などと共に流入、土着した発音であり、関音は主に平安時代初期の留学生により持ち帰られた発音とされる。そのため一般に後者の方がより正当に近い発音とみなされている。 現在まで使用されている語音を用いた漢語は、教文、世間、長寿、摂生、末語のように、仏教用語あるい、仏教思想に関連した生活用語が目立つ。一方で漢音の場合は、経書、中間、成功、制殺、期間のように漢文調で、ある程度の固い語感と伴う語いが多い。語音、漢音、音以外にも日本語において、 字音として寛容されるものがある。例えば、比較的新しい時代から現れた、茶の字がある。この字は、東音で、茶だが、一般には、茶で寛容する。この字は、関音と東音の移行期に流入したと考えられ、五音と関音は辞典にも掲載されていないことが多い。資料によっては、中古音をもとに、茶、だ、だなどとすることもある。多くの漢字は、 複数の意味を持つが、中には字音によって意味を弁別できる漢字もある。例えば、律の字音には、摩擦音、中古音、ツイット、語音、そち、漢音、質、漢陽音、卒、と、流音、中古音、朗イと語音、律、漢音、律の二種類の系統ある。前者は、陰卒、陰卒、陶卒、陶卒,陶卒のように、引き入るという意味をいられるが、 後者は、確率、確率、比率、比率のように、割合という意味で用いられる。このような漢字は多音字と呼ばれる。日本語においては、本来は多音字であるにもかかわらず、その発音上の区別が失われた漢字も多い。例えば、長という漢字は、日本語においては、語音、上、関音、長という一種類の系列しか存在しないが、本来は、長台、長身のように、 長いという意味と、長男、主長のように、年上、長という複数の異なった意味を持つ。中高音において前者は、後者はと区別されていたとみられ、現代中国語においても前者は、後者はと発音上の区別が伝存している。複数の漢字が結合し、熟語をなす場合、語音か漢音のどちらか一方に読みを統一するのが一般的である。しかし漢字によっては、 ご音と勘音の一方のみが品質し、他方が廃れてしまうこともある。この結果、ご音と勘音が混在した熟語もいくつか存在する。勘音、ご音の霊、ご音、勘音の霊、音と音とが結びついて新たな音が生じる、連音現象は、古来の日本語には存在しなかったと考えられる。現代の日本語には、音便、現状と呼ばれる一種の連音現象が存在するが、 これは中国語の複雑な音韻が漢語という形で流入した影響と見られている。代表的なものに日照を反映した即音瓶がある。日照とは中古音において t などの詩音で終わる発音のことであるが、これらは失敗、活気、発展における詰まる音、小さいとして残っている。即音瓶以外の音瓶は、 主に和語における変化と解釈されることもあるが、一部の漢語において観察されることもある。シーカにおける4瓶、こんにゃくにおける発音ビンなどがその例である。漢語における伝音現象のうち、中高音で N や M の音に母音が続く場合を特に連情と呼ぶ。因縁、反応、うん酸ん、三位、三味などがその例である。漢語は、 基本的に樹音で発音するが、天地、天地雨土のように訓読を獲得し一般化した語もある。中には、クラゲ、水母クラゲ、歩行英、歩行英タンポポのように用児の訓を無視した、いわゆる熟字訓を持つ漢語も存在する。漢字の読みの中には、語用が定着し、漢用音となった、いわゆる百姓読みも存在する。例えば、こうの正式な読みは、 こうであるが、この字に含まれる毛から連想されるもうという読みが寛容として認められている。また、和語の中には火の子と火の子とお骨大根で春でバルの漢字表記が強く意識され、それぞれ家事大根出張のように慈恩語に点火したものも存在する。このような語は和製漢語に分類されることもある。また。 近代以降に造語された新漢語においては、同音異義語などの紛らわしいものが多く、中には意味の弁別のために訓読みを混合させる、混読語など変則的な読み方をさせる語もある。とりわけ二時間語の場合、前の一字を訓読みすることを、湯豆読み、後の一字を訓読みすることを、十箱読みという。古代より中華文明の存在は、日本に文化や思想など、 様々な方面に大きな影響を与えてきた。とりわけ言語と文字文化の面においての影響は大きく、日本は文化的に高級な概念を感じという形で語彙体系の中に借用してきた歴史がある。ゆえに、漢語は和語と比較して抽象的で難解である傾向があり、一種の教養語彙、ラーナドボキャビューレリーを担ってきたという。逆に和語は、 抽象的な言葉が圧倒的に貧弱であると指摘されている。わずかに息、生き、生き、恥、恥、わび、わび、誉れ、誉れ、誇り、子などが挙げられるに、とどま。また、総称的、外括的な語の不備も目立つという。例えば、雨、雨や、雪、雪という具体的な語は存在するが、それらを総称する天気、天候、気象に相当する和語は見当たらない。 一方で、固有の日本語で翻訳が可能な比較的非近な概念に対しても漢語は用いられてきた。これは、中華文明に対する損数によって、必要以上に漢語が釈用されたと見ることもできるが、他の原因として日本語の音韻学的な特徴が挙げられる。中国語は音節の種類が豊富で、様々な概念を簡潔に発音することが可能であるのに対し、日本語は、 原則的に開け音説の言語であり、音韻体系も比較的単純であるため、言葉がどうしても冗長になりがちである。漢語は日本語の端緒を補う作用があり、必然的に固有の和語を接見するようになったという、最も固有の和語に造語力が皆無であったというわけではなく、むしろ漢語の反乱が和語の造語力の発達を阻害したという意見もある。漢字文化圏における、 諸言語は、漢語系の数字を共有している。日本語の場合は、ひふみ、等とうと十までは固有の数字を残すが、十一以降は、十一、十一、十二、十二、と通常漢語系の系列に移る。また、こ、本、倍のように、ものを数える際に数字につける、助数詞も原則的に漢語である。この他時間や空間に関する、千、千 点、点、面、面、円、円、方方、中、中、番、番や、公益に関する、徳、徳、尊尊役、役、用、用なども漢語が多い。文字や書物に関する語のほとんどが漢語である。例えば、字、字、文、文、大、大、図、図などがある。また、儒教道徳に関する用語は、礼、礼、音、音。 上、上、方、法・芸、芸のようにほぼすべてが漢語である。人間の精神状態を表現した、感、感、年、年、気、気、性、性などは現在でも、漢語で常用される。また、仏教の信仰に関わる、運・運・教・教・利益、利益をはじめとし、ガキ、ガキ、ほら、ほら、畜生、畜生、畜生今朝、今朝など、 日常的に用いられる仏教用語は多い。古代の素朴な日本人は食文化に関して中華文明に追うところが大きいと考えられる。調味料は諸島、諸島、蜜、蜜、ス、ス、蜜塩、味噌など、塩以外はほとんど漢語である。香辛料もごま、ごま、胡椒、胡椒、発火、発火、生姜、生姜など多数存在する。 なお、子は、採域を示唆する字という。加工食品に関しても、ふ、ふ、豆腐、豆腐、せんべい、せんべい、らっきょう、らっきょう、あん、あん、まんじゅう、まんじゅう、そうめん、そうめん、う,めんうどん、うどん、せんらふく、そろぼなど古代から近世まで様々な食品名が、漢語によしきたしている。中でも、たくあんつけ、たくあん、いんげん豆などは、 全集の層に由来する食品、それぞれたくあん双方、人間流起の名にちなむとされるとして有名である。基本的な語彙では、肉、肉、毒、毒、茶、茶などが挙げられる。調理方法としては、ほうじる、ほうじる、煎じる、煎じるなどが挙げられる。園芸植物の名は、漢語に由来するものが多い。菊、菊、蘭、蘭をはじめとして、場所、場所、 美は美は、キキョウ、推薦、推薦、勝負、勝負、しそ、しそ、ボタン、ボタン、ザクロ、ザクロなどが上がる。山菜や野菜の名は、和語も多いが、人参、人参や、ごぼう、ごぼうなどの例が散見される。なお、苗が、苗がなど薬草として用いられるものは、ほぼすべてが漢語である。動物は、ヒョウ、ヒョウ、ゾウ、ゾウ、 ヒヒ、ヒヒ、ラクダ、ラクダなどの日本に生息しないものが上がるほか、クジャク、クジャク、オウム、オウム、セキレイ、セキレイのような愛岩町の名は、漢語のものが多い。ナリオから、平安時代にかけて、急速に発達した、建築用語にも漢語が多く存在する。モン、モン、エン、エン、マク、マクサク、咲ク、ヘイ、ヘイ、ロ、ロ、ロダン 段のほか、基調、基調、障子、障子、屏風、屏風、欄干、欄干、天井、天井などがある。金、金、銀、銀、銅、銅、銅鉄、鉄などの金属名。琥珀、琥珀、瑠璃、瑠璃、象下、象下、雲母、雲母、水晶、水晶などの宝石名は、漢語の割合が多い。このほか、六章、六章、群状、 群青、オード、オード、シュ、シュなどの鉱物名も漢語である。ワン、ワン、パチ、パチ、エ、エ、コー、う、こう、ゾーリ、ゾーリ、ズキン、ズキン、磁石、磁石、小脳、小脳など古くから用いられている像の中にも、漢語で定着しているものは多い。太鼓、太鼓、ビワ、ビワ、尺八、尺八などの楽器や、五、五、サイ、サイ、 すごろく、すごろくなどの娯楽用具も中国に由来するものが多く、漢語である。このほか、瓶、瓶、ろうそく、ろうそく、釣り刀、ちょうちん、ふとん、ふとん、こたつ、こたつ、きゃたつ、きゃたつ、のれん、のれん、そろばん、そろばん、たんぽ、たんぽ、きゅうす、きゅうす、いす、いす、せっかい、しっくいなどの日用品は、読みとしては見慣れないものが多いものの、 漢語である。漢方医学の影響で、医学に関する用語は、新漢語、心筋梗塞発血病などを除いても、大半が漢語である。熱、熱、脈、脈、脈尿、尿、字、字のほか心、心、肺、肺、腎、腎、胃胃腸蝶、肝、肝、胆、胆、炭、火、火、脳、脳,脳、髄、髄など、 西洋医学における用語としても順用されているものが多い。現代社会において、新聞や雑誌で目にするほとんどの看護が、和製看護、もしくは日本看護に属する新看護であるという、政府、議員、行政、選挙、企業、保険営業、鉄道、道路、郵便、運動、競争、野球、など例を挙げるときりがないが、 江戸時代の人間は使っていなかったであろうと、見当がつく単語は、大体新漢語に該当するという。言語の類型上、孤立語に分類される。中国語は、品種の区別が曖昧で比較的融通が利く。これに対し日本語は、名詞とそれ以外の品種が明確に区別される。だから、日本語における漢語を名詞以外に用いる場合は、ある程度の制約が生じる。 基本的に看護は名詞に準じた扱いを受けるため、後続する後に応じた設備字を付加することによって形容詞として用いられることが多い。ほとんどの看護は、口語において、だろ、だって、に、だ、な、ならを付加することによって機能する。橋本新吉は、だろ、だって、だがそれぞれであろであり、で、であり、に、な、ならがそれぞれににある。 に、あれ、といずれも、動詞的な連語に由来することに着目し、形容動詞と称した。この名称は、学校文法としても定着したが、あえてこれを、独立した品種とする必要性があまりないため、特殊な活用をする形容詞、あるいは単に名詞に、節字、助動詞を結合させたものと解釈する立場も多い。文語においては、にありに由来する、なり活用、 とありに由来する、たり、活用に対別することができる。後者は、廃れてつつあるが、軸自たる、悠然と粛々と、など、漢文帳の表現に化石的に残存している。なお、漢語の一部は、形容詞の活用を獲得したものも存在するが、例は、多くない。動詞の場合も、形容詞と同様、名詞に順ずる漢語に、し、せ、さ、する、つれ、しろ、せよ。 という設備字を付加させて用いる作業変革活用。一般にこのような子は文法的に動詞と名詞の性質を兼ね備えているため、以下のように括弧内を省略しても意味が通じる。一字の漢語については、愛するのように静音となるものと、念ずるのように濁音になるものがある。これを判別するには、以下のような漢字の中古音の知識が必要になる。ただし、 本来は濁音になる語でもアクセントが中か型のものは静音で発音されるようになったという。このような変化は室町時代前後に起こったと推測される。ほとんどの漢語の動詞は伝用型を名詞と転生することができないが漢字がする、お通じが出るのような例外も存在する。ご覧ください。ごめんください。ご存知でしょうに見られるように、一般に漢語は上品な股間があり。 ある種の待遇表現を形成するという。また、この時用いられる語も、天下の闘魚を意味する漢語の語が転用されている。このような語は、説当時として機能する一種の美加語であり、一般的に元の語の意味を変えることはない。ただし、語期限のように意味を変えて一種の熟語を形成する場合もある期限は、回復回の状態を意味するが、語期限は、語期限以下が、 ご機嫌用のように、しばしば、安否や近況を含意するという。なお、ごく少数の動詞は、作業変革活用の以外の活用を獲得している。一般に看護を福祉として用いる場合は、急に、切に、別に、特に、滅多に、不意に、決して、断じて、のように、に、してのような助字を添えるのが、一般的である。一方で、一切、もちろん、絶対、全然、 大抵のように付属的な成分が見当たらない表現も参見される。ごく明るい、字聞きます、とてもできないなどは、それぞれ、極、字化、到底、という漢語に由来すると考えられるが、ほぼ完全に和語と同化している。日本では、三世紀終わりに和にチ史によって漢字がもたらされたという伝説が残っており、 その後も散発的にトライ人との交流があったと考えられるが、看護の知識が体系化されたのは、上代になってからである。日本はこの時代に大いに中華文明を模倣し、看護も本来の意義と用法にできる限り忠実に使用するよう努力された。看護が日本語として融和することはなく、行政官や学者、あるいは僧侶の間の教養として用いられた。 この頃の日本語には、まだ用音が存在しなかったため、精進を、サウジ、主要を、スギアウのように直音化して発音していたと考えられる。一方でこの時日本語内部で、イオンビンやウオンビンなどの変化が発生したのは、漢語の発音が何らかの影響を与えていたからとされる。894年に、が廃止されてから、 漢語の急速な流入は、ひとまずの集結を見せ、漢語の歴史における演熟期を迎えた。この頃台頭した武士たちは出日感想を好み、漢語は生活語としての地位を得た。もっぱら、山和言葉による表現を好んだ女性の作品の中でも、漢語の割合は徐々に増していき、本来の意味や用法から離れていく傾向も見られた。 13世紀に禅宗が日本に伝来すると禅宗によって新たな看護が全国に広まった。この時代に定着した看護には挨拶、親切、活発など現在においても日常生活で使用されるものが多い。なお、漢語の本元たる中国においては壮大以降、言語が音韻や文法の面で著しく変化していき、日本には闘争運がもたらされた。 実用語として浸透した看護は、一般庶民の間にも広まり、話し言葉として、看護もかなで書かれることが多くなった、おとぎ造詞など。これによって、語形や語義に変化が生じ、本来の用字とは異なる漢字で表記される語も増えていった。現在においては、もともと看護であったかどうか、不明確な語すら残されている。一方で平和が長く続いた、この時代においては、 学問文化が発達し、漢文の研究も盛んに行われた。文章を起こす際は、漢石に即した用法を調べ、正当に近いとされる家文で読まれることが好まれ。これによって漢語は、緩やかに古い姿にへと回帰していくという現象も見られた。また、1720年には、近所の例が緩和され、教法の改革、漢訳要所が多数研究されることになった。 この際、参照された書籍には、マテオリチ、リマトや、アダムシャール、ユ、ジャクボーなどの花宣教師によって、中国で新たに造語された、いわゆる花精神看護が多数存在する。江戸後期には、蘭学の発達とともに、杉田玄白や静木忠雄などの日本人によって、新規の和製看護も数多く造語され、これらの多くが現在でも、学術用語として用いられている。 19世紀後半における、開国語は、多くの知識人たちが、洋書の翻訳に努め、英和辞典、読和辞典、普通和辞典なども出版された。この時代の知識人たちは、漢石に精通しているものがほとんどであり、訳文には簡潔で厳密に表現できる漢語が、好んで用いられた。はじめは関石に、天虚のあるような由緒のあるものが訳語として求められたが、 翻訳のペースが追いつかず、徐々に次のみを重視した、精巧な表現が増えていった。このようにして、日本の漢語は、同音異義語の問題などを抱えることになった。煩雑な漢字の使用を制限しようとする勢力は、戦前から存在したが、第二次大戦後それは実験力をもって施行された。代表的なものに、東洋漢字による漢字の制限がある。 これにより日常使用頻度の少ない難解な漢字が廃止、整備され、代替となる新語もいくつか作られた。これには、特色、特色、定型、定型などに代用として考案された、お、お色、代形、代形などの語がある。最近では、計算機技術の発達に伴い、漢字の伝算処理も以前に比べてはるかに容易になった。それに伴い、 表現の幅を狭める漢字制作への見直しの声が高まり、規制の緩和が徐々に進められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。